アルテリッカリッカリッカ。老若男女すべての世代に人気のある詩人谷川俊太郎と、現代詩を歌うユニークな音楽性が注目を集めるグループディーバとのコラボレーションコンサート、詩は歌に恋をするが、4月29日月曜日に新百合21ホールを会場に行われます。今回はディーバの活動や詩の朗読と歌唱で進められていくこのコンサートの魅力についてお話を伺いました。僕自身が詩を書く才能がないんで、詩を書く才能があったら多分自分で書いてたと思いますね。でシンガーソングライターの系統に行ってたと思うんだけど、まあやっぱり面白いんですよ、谷川俊太郎の詩が。それは客観的っていう言葉は使えないかもしれないですけれども、で要するにいわゆるポップスの楽曲みたいに A があって A の繰り返しがあって、サビ前があってサビに行って A に戻って終わるみたいな、そういうフォーマットは取れないんですよね。自由に書かれてるわけだから。でその自由に書かれた詩に対してどんな風にこう音楽にしていくかっていう、こう自分自身への挑戦っていうかな、そういうところがとても楽しいですし、それはもう96だからもう25年ぐらい経つわけですけどね、四半世紀。今でも楽しいです、そのなんか仕事っていうか作業っていうか、なんだろう、その音楽作りですね。やっぱり自分の詩は大体こう紙の上で活字になってなんか寝てるわけですよ、詩が。それが特に自分の身内が作曲してね、歌になって、しかもこんな可愛い声で歌ってくれる人が歌ってくれると嬉しいわけですよ。それでなんかツアーにもね結構付き合うようになっちゃって、それでディーバの一員ではないんだけど、ディーバのなんか客寄せじいさんみたいな形でずっとやってきてます。普段は紙の上に印刷されて人が読んでくれるんだけど、全然何も返ってこないわけですよ、反応が。ステージだともうビンビン返ってくるわけでしょ。つまんなきゃみんなもなんかねシーンとしてるし、面白ければ笑ってくれたりするでしょ。そういうこう相手との交流ができるのが舞台の良さで、それにちょっとハマったところはありますね。現代詩だからって言って何か特別にやってることっていうのはないんですが、ただまあなんか読んでいるように聞こえていけばいいなっていうのはあって、こう一つのメッセージを感情的にこう飛ばす押し付けるっていうことではなくて、読むように音になって聞こえていけば聞いてる人が好きに解釈していけるじゃないですか。そういう風になっていけばいいなと思って、ディーバをやっぱり歌い出した頃細かく作っていったんですよね。だからそれが私の結局歌の原点になってると思うので、他の歌もそういう風に歌ってるっていうことにはなるんですけれども、はい。ミュージックバー、詩は歌に恋をする。谷川俊太郎とディーバ、詩の朗読と歌のコンサート。4月29日16時半会場、軽食と飲み物、素敵な詩と音楽で皆様をおもてなしします。お楽しみに。アルテリッカ。